平成24年1月場所番付表。張り出しは作られず5人の大関の名は全てラン内に書き出されている。張り出しとは、大相撲の用語で番付のラン外に彫名が載ること。もともと三役陣営は、かつて東西に1名ずつで、計2名と決まっていたが、近代になってその地位にふさわしい成績を上げた力士がいた場合は、東西1名ずつにこだわらないようになった。 しかし、番付表の作成にあたっては、慣例として、通常の部分には、東西一名ずつしか載せなかったため、同じ地位に3人以上の力士が出た場合、通常は長方形である、番付表の枠を欄外へ出っ張らせ、3人目以降は、その部分に四個名を載せるようになった。それが、番付表から、張り出して見えるため、その部分に載った力士のことをそれぞれ、張り出しを小綱。 張りだし大関などと呼ぶようになった。それに対して、通常の部分に乗った力士は、西横綱、西大関などと呼ばれており、同じ地位の中では、ただしが上位、張りだしが下位である。なお、横綱の文字が番付に出るようになったのも、1890年3月、張りだし大関に回されることを不服とした、初代西の海か二郎をなだめるためのものだったと、されている。 大正時代頃まで、工業上の都合から、人気力士や有力な講演者を持つ力士を繊維に置き、実際の実力上位者が張り出しにされることもしばしば、あった。このような時は、張り出しの実力者の仕込めをやや太く大きめに書き出す。こと5月場所の横綱と千木山森なりで、別格の意味合いを持たせて、バランスを取ったとも言われている。また、 交渉制度が適用されていた頃の一時期には、休場した力士は同じ地位の張り出しとする規定があったため前頭以下も番付表から張り出されたこともあった。戦時中にも兵役についたために本場所の出場が不可能な場合も乱外に張り出したことがあったが、これは軍の機密に触れるということで、1942年1月場所から記載されなくなった。 聖大関が0人、または1人のみの場合、横綱の地位の力士が横綱大関として、番付上大関の地位も兼ねることとなるが、この時、横綱大関となるのは、正横綱である。例えば、大関力士が不在だった1981年、9月場所では、東横綱大関北の海、西横綱大関千代の富士、東、張り出し横綱若の花という番付だった。 聖横綱が大関の地位を兼ねるのに、外であるはずの張り出し横綱がそうではないのは、おかしいのではないかという声もしばしば上がり、横綱大関経験者の中にも負に落ちなかったという言葉が残る。また、1955年1月と3月には、世に横綱一大関という時期があり、その時の順位は、あずま正横綱、西正し横綱、西横綱二番手、東。 張り出し横綱という順位だった。口述のように、現在の制度としては、張り出しは存在しないので、今後横綱が3人以上でかつ、大関が0人、または1人のみとなった場合、どのように番付が記載されるのかは不明。1863年、7月場所、新関脇に昇進した、人幕9五郎は、番付上では、張り出し分けとなり、分けの張り出しは、 これが最初となった。ちなみに、張り出し横綱は1904年1月場所の大砲、万上門、張り出し大関は1890年5月場所の二大建山、谷上門、張り出し小結は1888年5月場所の嵐山捨て基地、張り出し前頭は1793年3月場所の関野と八郎寺がそれぞれ張り出しの最初である。 1918年1月場所、史上を初めて横綱、大関、関脇、小結、前頭に張り出しが設けられた番付が発行された。1994年7月場所より三役人に同じ地位に3人以上の力士が出ても、乱外へ張り出さず、乱内に連起されることになった。これはその前の5月場所において、ジョニダランが、 史上最多の東西210枚となり、力士が多すぎて番付に記入しづらかったためと言われる。現在の制度としては、張り出しは存在せず、例として、関脇2、大関3や関脇2枚目、大関3枚目などと呼ばれている。ただし、一部の大相撲解説者や高格家などの間では、今も同じ地位で最上位の力士を、 ただし、G 以降の力士を、張り出しと呼ぶ場合も存在している。また、かつて一人横綱の場合は、三役及び平幕の張り出しの有無に関わらず、東方の欄外へ張り出して記載されていたが、1994年、11月場所の明け物を最後に、欄内へ記載されるようになった。後に、朝昇龍や、白鵬も一人のみ横綱の期間はいずれも張り出されず、 欄内に記載された。なお大相撲番付史上最多の張り出し力士は、1961年9月場所の7人で、3役以上も史上最多の15人。このうち、約半数が、張り出しという豪華な番付となった。1994年の番付上の、張り出し廃止以後も含めて、横綱や大関が3人以上在籍した場所は、珍しくないが、 関分けが3人以上になることは、横綱や大関と比べると少なく、小結びが3人以上になることは、さらに少ない。他に、将棋の順位戦で全年度休場者を、クラス定員の枠外として扱うこと、という要例もある。ありがとうございます。